現代語訳アフレコアフタートーク、才川久作役津田健次郎です。ひぐま明役内山幸喜です。現代語訳のですねアフレコ直後のブースからお届けするアフタートーク企画でございます。今回はですね小説よりきなりというですねコントのですね、アフレコ直後に僕と内山幸喜くんの2人でお届けいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。一番もういろんなコントがあったんですけど、はい、一番難しいの来ちゃったかも。難しいと思いましたし、うん、っていうかどう完成するのかが台本読んだだけじゃ全然読めなくて、ね、なんかセリフ数はそんなに多くないんですよ。多くなかったね、うん、ただ台本の大半がとがきっていうか、うん、とがき多かったね。絵の説明の部分がそうだった、ね、で文字数大体で、はい、セリフのゾーンはスカスカで、スカスカでした。これはどうやったら成立するんだろうなっていうのは家で読んでても全然わかんなくて、でもなんかマジカルラブリーさんのなんかネタ見たことあるんですけど、なんかやっぱ彷彿とさせるなっていうか、ちょっとやっぱわかるよね。なんかこれマジラブ野田さんだって思ったもんな。それは同時に思いました。なんか暴力的な感じとかね、アクションの面白さっていうか、そうこは感じたので、まあやりつつも完成が楽しみというか。そうだね、これ聞いてくださってる皆さんに一応説明しておくと、これはプレスコと言いまして、うん、絵がない状態で、先に音声を取ってそこに絵をつけていくという、ね、うんうん、方式なので、うん、どっちかというと芝居優先なので ね、 そうですね。だからうちはこれを全部想像しながらやんなきゃいけなかったという。そうなんですよね、うん、なんかやっぱそのプレスコでやったことで、うん、はいはい、セリフのスピードとか間とかもこちら側で操作できてしまうので、うん、やっぱ自由度が高い面白さもあるし、うん、難しさもあるって感じで、はいはい、普段アフレコだと逆算でやってるんで、うん、絵がこうだからこうだなとか、はいはい、キャラクターの作画がこ表情こうなってるからこうだなってやるんですけど、うんうん、まあ、今回はお話の自由度も高いし、そういうこう、はい、撮り方的にも自由度が高かったので、そうだね、もう暗中模索感は確かにありましたね。一番最初にね、本当完全にお気に入ってる。そのね、今回まず難しかったのが津田健さんがこうディレクションっていうか、いやいや申し訳ない、演出の普段同じ部屋で仕事してるのに、ね、ガラスの向こうに座って。本当マジの演出だったから真面目にお仕事、もうちょっとなーなーで進むかと思ったんですけど、思った以上にガチの演出だったから、そこはあすごいちゃんとしてるって思いました。いやいやいや、もちろんこっちで恥ずかしい。いやもちろんそうですよね。だからちゃんとその真摯に向き合って、うん、もう言いたいこと全部言ってもらった方が楽だったので、うん、ありがたかったんですけど、うん、お気に入ってるは一番言われちゃいけないことだから。いやいや、だってこれ一発目だし。そう、お気に入りはね、腐ってきた。ごめんドキッとしましたね。いや、いいか、冒険しないと、何回やったっていいんだから冒険しないといけないなと思いました。すげえ芝居小僧に戻っててめっちゃおもろいな。うちが一番言われちゃいけない言葉。いやいやいや。うちの一番なんかこう役者っぽい感じが今いやゴリゴリ出てますね。同業の人に演出されるってなかなかないですからね。ないね。こっちはこっちでやりにくい。うん、でもなんかやっぱ気使われるよりは。やっぱ ね、まあ、ね、多分どっちの立場も経験されてるのも分かると思うんですけど、うん、バンバン言ってもらって、うん、あこうでもないあでもないってやってた方が最終的にはね、お互いにちゃんと探れると一番面白いもんね。そう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 、だからどっちの立場も分かるっていうのはすごいいいことですよ ね、うん、確かにすげえおもろかった。面白かったですね。面白かった、うん、こういう笑いものってうちやるの？全然やんないですよ。そうなんだ。だからなんで俺呼ばれたんだろうっていうのが一番疑問ですよ。いやいやいや、もう本当に熱望ですよ。僕らなんで俺ここにいるんだろうって思いましたね。で、浪川君、はい、僕ら熱望ですよ。うち出てくれたら嬉しいな。2人がどういう悪巧みしてるんだろう。悪巧みというか企画書読んで結構時間かかってますからね。そうだったんだ。不思議なプロジェクトだなと思って。そうそう、ちょっと複雑なね感じ。そうそう、なんか側の部分、うん、その設定があって、うん、そのキャラクターが着ぐるみをかぶってコントをする。そう、コントするときはまた別のキャラクター。どういうことって。何、自分は何を演じればいいのかがまず分からなかったですね。そうだよね、本当真剣に考えると、うんうん、一
プラス2ぐらいになるわけだから、うん、そうだね、役の上に役が乗っかって、はい、着ぐるみもまあプラス 0.5 ぐらいなんで、うん、考え出すときりないなと思いつつ、まあ、楽しむことが重要かなと思って、うん、とりあえず現場来てみてっていう感じだったよね、はい、はい、みんなそうだと思います。そうだよ、ね、現場来てみてどういう感じなのかを探らせてもらいますみたいなね、はい、いやでも本当にあの出てもらえてめちゃくちゃ嬉しいです。いやこちらこそなんかいつもとは違う新鮮なことを経験させてもらえたので、なんか自分の体の動かし方フォームチェックっていうか、うん、はいはいはい、自分こういうスタイルでやってるんだなとか、あここはこういう場だったら改善の余地があるなとか、うん、なんかいろいろ違うことが体験できて、うん、気持ちよかったです。ありがとうございます、はい、楽しんでもらえたなら何よりです、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございます。ということで内山幸輝くんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。